これで撮影しまーす。ウゾでーす。大量購入。皆さんこんにちは、アーリーチャンネルです。今日はダイソーで大量購入をしてきました。でね、今まで欲しかったものとかちょっといろいろ買ってきたので紹介していきたいなと思います。それでは早速やっていきましょう。まずは、机とかに置きたいなって思ってるものを紹介します。まず一つ目が、はい、こちらです。バン、透明の2段の引き出しになってます。これはね、今私の机の上が夏休み仕様になってて、もう遊び放題みたいな、アイロンビーズ置いたりとか、鏡置いたり、メイク用品置いたり、あと本とか置いたりしてるんですけど、もう学校が始まったということで勉強モードに切り替えなきゃいけないので、通常モードにしなきゃいけないので、でもなんかいつも一緒になっちゃうから、今まで持ってるやつだとちょっと新しく買ってみました。ちょっと一回これだけ開けるね。はい、こんな感じです。これ1個200円ですね。で、まあこれは横に置いてもすごいおしゃれだし、縦に置いてもすごい可愛いなと思います。で、こんな感じで開けられます。で、あの机の上変えるのはまた違う動画でやりますので楽しみにしててください。じゃ次、またまた机に置きたいものです。はい、こちらです。これはキューブ型収納ボックスでございます。で、これをかける4個買ってきました。で、これはこういう感じになってて、まあ、四角なんですけど、ここからこういう感じの引き出しになってます。ここに指入れてみたいな感じですね。で、これを4個買ったので、まあ、この中に勉強とかで使うものとか、まあ、細かいものを入れられたらいいなと思って買いました。付箋とかマスキングテープとか、あとクリップとか入れてますね。で、これはブロック形式みたいになってて、ガバってはめられます。こういう感じで置くことができます。何段も何段も無限です。まあ、これはこうかな、使うとしたら。まあ、でもとりあえず私は机の上に細かいものがたくさんあるので、こういう収納ボックスが欲しかったので良かったです。次も机に置きたいもの、こちらです。これは小物立てになっています。可愛くない？可愛いっていうか、すごく便利じゃない？ここに中くらいの大きさが4つあって、ここに大きいサイズが2つある感じになってます。こういう感じでね、五角形になってて、お家みたいになってる形ですね。で、これもペンとか入れられたらいいなと思って買いました。で、このシールはパパに取ってもらいます。続いても机に置くものですね。はい、こちら、これはマスキングテープを収納できるものになっております。これずっと私欲しくてやっと見つけました。結構ノートとか取るときとかに、ちょっとやっぱりシンプルなのもいいんだけど、やっぱりちょっと可愛くしたいなって気分があって、そういう時に端っことかマスキングテープつけたりとかしてるんですよ。だから結構マスキングテープ使うので買いました。で、これは3個マスキングテープを入れられることができて、あ、いたいた、ここにマスキングテープを入れまして、私マスキングテープを、買ってきましたので、やってみようということで、はい。で、これすごいのがですね、あの大きいやつももちろん入れられるんだけど、細いやつを2個ぐらい入れて、ここで切る、ここで切って、ここでも切れるみたいな、2つカッターがついてるのですごくいいですよね。今回買ったマスキングテープがこれ。可愛くない？この色味とか。で、これを入れます。水玉模様みたいな感じのマスキングテープとか、あと普通の、これ超可愛いよね、こういう便箋みたいな感じ、便箋っていうのかな、みたいなやつで、これ細いやつだね。細いやつのこういうふわふわしてる柄と、これボーダーのやつですね。じゃあちょっとセットしてみますか。まずこんな感じで撮ったら、じゃあ下行こうかな。こういう感じで、そしたらじゃあこっちもできた。で、こっちは細いので2つ入れてみますね。2つ入れられるって超便利だよね。だって細いやつ買ったら6個マスキングテープ入れられるんで、すごくない？で、これがまあ人気な商品なので、1個しか買えなかったんですよ。本当は2、3個ぐらい欲しかったんだけど、
これ、私が買ったサイズだと、もう一個入るよ。こんな感じです。じゃあ一回閉じてみますね。こういう感じです。え、超可愛いじゃん。今、切れ味はどのぐらいなのか見ていきましょう。で、ここで取って、切る。あ、やばい、超切れやすい、これ。すごい、すごい、すごい、すごい。こんな感じで置きたいなと思って買いました。続いてはこちら。これも机に置きたくて買いました。まあ、これは机に置くっていうか、使う時に置くみたいな感じのものなんですけど、これ200円なんですけど、読書台っていう感じで、まあ、私は本置くんじゃなくて、教科書を置きたくて買いました。ちょっと見てみましょう、中。あ、これタブレットスタンドにも使えるんだ。ここで、上段階に角度を調節できるらしくて、こういう感じになっていまして、こことか、直角とかさ、こういう感じでどんどん書いていけるような感じになってますね。あ、超いいね、これ。で、教科書とかを立てるのに必要なのがこれですね。こう挟んだら、ここでパチって止める感じになってます。で、まあ収納はこんな感じでできるので、すごくいいと思います。はい、これラストかな？机に置くものは。はい、こちらです。これはタブレットスタンドでございます。まあ、これはさっきもタブレットスタンドできたんですけど、大体教科書とタブレット一緒に使うことが多くて、もう一個買いました。で、これは透明、超透明。で、ここに立てられるようになっております。続いてはね、多分新作なのかな？で、ちょ、初めて見たものがあるので紹介します。こちら。これは、首にかけたままフリーハンドで楽々動画撮影っていうもの、商品でございます。で、これは200円でした。これすごくない？一人でも、ここから撮影ができる感じになってます。で、これスマホ用なんですけど、GoPro で似たようなのがありまして、私使ってるんですけど、GoPro 用の。これ注意ね。鼻息がすごいの。気をつけないと。私は、GoPro、何、モコモコっていうか、音が、風の音が入んないようにするやつをつけているから、動画とかであんまりしないんだけど、もう、超鼻息の音聞こえちゃうの。だからこれは要注意ね。だけど、すごくない？スマホ入れられるんだよ。開けますね。なんかさ、友達とビデオ通話の時とかさ、スライム作るところを見せる時とか。こういう感じですね。で、ここをガバッとして、こういうことかな？なるほど、なるほど。はい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 。ここで、スマホをカパッと入れるらしいですね。で、ここを伸ばして、挟むと。こういう感じで挟みます、スマホ。で、そうしたら、これを首にかけて、で、角度を変えると。こういう感じです。すごい！すごくない？で、GoPro で私もよくこれやってるんですよ。すごい、スマホでできるんだ。すごいね。だから、これで鼻息を気をつければ、こうやって、っていう感じにならなければ。OK。超いいね、これ。ビデオ通話の時使ってみます。で、収納するときはこういう感じでパタンってできるので、ほら、すごいコンパクトになりますね。よき。続いてはこちら。これも多分新作かな？300円なんですけど、これちっちゃい鏡でございます。すごくない？これが横が、あれ、なんかパカって開く感じの鏡でライトつくんですよね。ちょっとこれは気になったので買ってみました。開けましょう。で、これは、コイン電池を2個らしいです。で、ババーンと。おー、すごい。こんな感じかな？天井映してるんですけど。こんな感じの鏡になってて、ここの点々点々ってところが光るらしいです。じゃあちょっと電池入れてみますか。開いた開いた。じゃあね、買ってきたので。なんかスイッチオンとかオフとかができるらしいんですよ。でも、どこがオンできんのかわかんないんですよ。なんとかしてください。あ、来た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 。いや、オンとオフどうやってやるの？これ。あ、これか。びっくりした。で、ここに、電気のオンオフのボタンがあります。はい、つけられたので、オンにしてみます。せーの、オン。おー、すごい光ってる。あ、見やすいね。なるほど、なるほど。横の、こっち側の鏡が、ちょっとアップなってる感じですね。で、これが、
ミラーの角度の調節ができるらしくて、ここに後ろにあるのでこういう感じで立てられたら見れるよみたいな感じになってます。普通にお出かけ先とかにこれの大きさコンパクトなので、これ入れといたらすごいいいですよね。はい、続いてラストはこちら。これはねずっと欲しかったんですけど、電動美容フェイス眉毛シェーバーってやつです。300円でございました。でこれが炭酸電池を1本使うらしくて、とりあえずねやってみたいなと思って買いました。どんぐらい剃れるのか検証します。で今日はパパの腕でやります。パパおいで。はい。君には今日やってもらいたいことがあるのだ。はい。これを使って毛を剃ります。なるほど。頭の毛じゃないですよ。腕の毛を剃っていただこうと思いまして。そうだよね、あおりチャンネルには無駄毛なんて一本も生えてないもんね。そういうこと言わないでくれる？なんで？そうでありたいけど、生えますよ、私だって人間ですから。はい、こういう感じになっていて、ここカパッと開けると、おーすごい、こういう感じになってますね。で電池はどこから入れられるのかしら。ここをこうやってひねって、ピンつって、一本よこせい。ここね。炭酸電池です。ここね。いました。掃除キャップブラシもあるんだ。すごいね。じゃあパパさん、男って感じですね。すいませんね、こう汚くて。じゃあチュインボピーってやってみて。バカよ、この一部分にしなさいよバカ者。へえ。いきます。いきまーす。すごい。ない。うん、綺麗に揃えんじゃん。掃除用ブラシがある。いや、ちげえから。掃除用ブラシはこっちだから。ということでね、よく揃えますよ。うん、ちょっとここやってみて、ここ。いいよ。いきまーす。すごいよ。ない、うん、すごい、ちょっと恥ずかしいぐらいそこだけないの、うん、これでこの動画を見ているみんなの剛毛も綺麗さっぱりだよ。使えばすごいね。ね、はい、綺麗かな。もう、あんたパパこれ後で取っといて。これ分かった、剥がすのできないから。チェケラッチョハゲラッチョイエーイ、チェケラッチョハゲラッチョイエーイ。いやー、パパの髪の毛やりたかったの、あれジュイーザツ。おめえの前でやってやるよ。やだー。ということで、こんな感じでした。はい、ということで今回はダイソーで大量購入したものを紹介しました。楽しかったね。楽しかったし、あと机変えるの超楽しみです。変える動画もあげますので、よかったら見てください。そして皆さんがお気に入りの商品、またはこれ持ってるよって商品があったらコメントで教えてください。お願いします。また他のところでも大量購入したいですね。キャンドゥとか、あとセリアとか。それじゃあまたね、バイバーイ。ママ終わったよ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。